リベンジしに来ました。開けますよ。開けますよ。いきます。あれ、あ、あれ、ちょっと待って、待って。こっち、あ、こっちか、こっちか、こっち、こっち、こっち。待って、どこ、どこ、どこ。まっすぐ。ここで。あ、入った、入った。目合ってんだけど。めっちゃ目合ってません？バレてる、バレてる。もう行っていい？出るよ、出るよ。どっち行けばいいの？こっち行けばいい。え、ここでもうセーブしたいんだけど、どこ行けばいいの、これ。ここ行ける？行けないね。もうやだよー。ここ行けないのかな？なんかある？ここでも扉。あ、ここ行けた。あ、ここはしゃがむ。あ、なんかあるよ。ドアを開けた途端、強烈に不快な匂いがして、その場で吐いてしまった。しばらくして少女らに、家に大人がいるか尋ねた。長女らは、母親がご飯を作って寝てしまったと言った。中に入ると死体がベッドに横たわっていた。ああ、怖すぎてちょっと頭に入らない。女性の死体は黒ずみ、顔はぐちゃぐちゃで血で覆われていた。異様な匂いを放つ液体が死体から、滴り？滑り？落ちていた。調査後、被害者の夫が重大な容疑者として、浮かび上がった。彼は、なんだっけこれ、クルージョで無免許の歯医者をしていた。わ、無免許だって。数日間も行方不明だ。社会福祉部門に連絡して少女らを保護してもらった。全然頭に入ってなかったんだけど、これ武器になる、武器に。なんだそう。やだ、また出てくるんでしょう。え、どこでセーブされんの、これ。あ、いるんだ、これ。いるでしょ。何、どうしたらいいの、どうしたらいいの。なんか今いたよね。え、どこ行けばいいの、これ。逃げちゃダメ、これ。いら、進んだ方がいいか。ニョキ、ニョキ。ニョキ。隠れるとこどこ？やだよー。そういえばキャシー探すんじゃなかったっけ？忘れてた。もうやだわ、もうこれ。ああ、鍵ね。え、これ開けたらいるんでしょ、また。鍵どこだろう？なんか今聞こえなかった、今。気のせい。あ、これ、いいって書いてあるの何？あれ？叫んだ、今。もしかして叫んだ？あ、